さて、次の曲ですけども、本日はお子様も多数ご来場されているということで、お子様がよくご存知の曲を演奏してみたいと思います。アニメのストーリーの中では、今から約97年後ぐらいに誕生する予定のロボットの曲です。さあ皆さん、それは一体何でしょうか。ありがとうございます。午前中と一緒でなかなか静かで寂しい感じです。青い色をした猫型ロボット、何でしょうか。ありがとうございます。ドラえもんですね。ここまで言えば分かりますね。ドラえもんはですね、2112年、誕生日ということですね、まあ、100年後ぐらいにはひょっとしたらここに一緒に展示されているかもしれません。そんなお子様から大人まで大人気のですね、皆さんが知っているドラえもんより、オープニング夢を叶えてドラえもんをお送りしたいと思います。それではどうぞ。ありがとうございました。夢を叶えてドラえもんをお送りしました。さて、冒頭にも触れましたが、本日は様々なジャンルの曲を演奏いたします。これまで行進曲、自衛隊のラッパ、そしてアニメと演奏してきましたが、次はボーカル、隊員の歌をお送りしたいと思います。曲はオペラポップの名曲です。